公共曲第2番と単調作品34は、ビルヘルム・ステーン・ハンマルが作曲した公共曲。セレナードなどと並んで、ステーン・ハンマルの代表的な還元楽作品とみなされている。主張は、と単調となっているが、正しくは、G を開始音とするドリア調である。また、ステーン・ハンマルが1909年頃から着手した500ページに及ぶ、 大砲研究の成果も顕著に現れている。ステーンハンマルの作曲した2番目の公共曲であるが、以前に作曲した公共曲第1番は作曲家自身によって撤回されたため、作曲家自身は決して第2番と呼ぶことはなく、単に公共曲作品34と呼んでいた。ステーンハンマル自身はこの公共曲について、神とは無縁の、 近現実直な音楽とコメントしている。1910年にニールセンの公共曲第1番を指揮したことがきっかけとなり、新しい公共曲の構想を始める。1911年にイタリアに旅行した際、ローマのボルゲーゼ層において第一楽章の最初のスケッチに着手し、1915年に完成した。1915年4月22日、 エーテボリコンサートホールにおいて開催された、エーテボリ公共楽協会創立10周年を祝う音楽祭の中で、作曲者の指揮、エーテボリ公共楽団により初演された。我が死害なる友人たち、エーテボリ公共楽団の団員たちへのコメントとともに、エーテボリ公共楽団に検定されている。ほぼ標準的な2カを編成である。約42分から47分。 1> 第1学章冒頭部の第1主題そなた形式。弦楽器のユニゾンによって古い仏曲のような第1、主題が提示され、すぐに、フルートが答えると厚みを増しながら展開されてゆき、最初のクライマックスを形成すると静かになり、ややテンポを落として、弦楽器の旋律の上に、木管楽器やホルンによって雄大で悲しげな題に、主題が現れる。弦楽器にもう一度この主題が現れ、 大募へソロとなり、やがて木管に第一主題が戻ってきて、展開部に入り、主に第二主題を扱っていく。そのまま再現部に突入し、後半に入ると、弦楽器などで第二主題が、ゆったり塗装され、木管の主導で、コーダに入り、最後の盛り上がりの頂点で、徒長調子は音上に終始する。この公共曲では唯一ドイツ的な雰囲気を感じる、音楽となっている。 弦楽器のコラール風の音楽に始まる。この旋律は、愛歌風の響きを持ったり、参歌風に蝶々で現れたりしながら様々な楽器に受け渡され、木管の加工音恵で閉じられる。弦楽器の加工する旋律で始まる、北欧の香りの強いスケルツォ。トリオはややテンポを落とし、ステーンハンマルを得意の木管によるエレジー。スケルツォ主部が回帰し、木管の ひっそりとした音景で終わる。第四楽章で取り入れられている二つの主題、フレイ1、第一主題、フレイ2、第二主題二つの主題をもとにした複雑な風画がこの楽章の大部分を占めており、この二つの主題はあらゆる場面で登場する。この公共曲では最も長い楽章だが、大まかに七つの部分に分けることができる。第四楽章。 二つの主題おのおのの変装パターン。クレー 2A、楽勝冒頭で、ホルンにより演奏される。第二主題、変装 A、クレー2倍と、弦楽器群のピッチカートにより奏でられる。第二主題、変装 B、クレー 1A、全質。第二主題、変装 B 演奏中、クラリネットの演奏で加わる。第一主題、変装 A、クレー 2C、一旦主導していた。第一主題、 変装、A に代わって主導権を握ることになる、第2主題、変装 C。チェロと、コントラバスにより奏でられる。フレイ 1C、バイオリンにより奏でられる、第1主題、変装 C の旋律。フレイ 2D、クラリネット、ファゴット等が奏でる、第2主題、変装 D。クレー 2E、ティンパニにより刻まれる、第2主題、変装 D をもとにした、リズム主な録音。 ありがとうございます。